越えて春に大輪の花を咲かせるために、さあここは負けられないところ。第50回のクイーンカップ芝の 1600m 16頭で争われます。両馬場の東京競馬場、人気は11番のロカ、そして6番キャットコイン、さらには14番のミッキークイーンといったところ、それぞれお父さんが違います。ここ10年はお父さんが全て違う馬が勝っているというこのレース。さあ今年はどの馬が勝ち名乗りを上げるでしょうか。各馬の枠入りが始まっています。向こう正面4番はロッカフラベイビー、ゲートに誘導されてきました。キャットコインが今向かいます。今日は柴田義富騎手がどう乗りこなすか。あと3頭ほど残っています。13番はアンドリエッテ、やや枠入り手間取って一旦後ずさり、もう一度勢いをつけて誘導して収まりました。そしてあと3頭ほどです。12番のウィンズターフが向かうところ、西日を受けての各馬の枠入り、牝馬16頭、14番のミッキークイーン、今日は20キロの馬体減はどうでしょう。お父さんはディープインパクト、そして最後に16番のラクアミが向かいます。今日は戸崎啓太騎手が鞍上です。16頭これでゲートインが終わります。スタートしました。ちょっとばらついた感じになりました。ロカは後方から、ロカは後方からの競馬、覚悟を決めます和田騎手。さあ先頭には2番のダノングラシアスが立ちます。その外からはスマートプラネットが行きました。さらに内1番のシングウィズジュン、外を通って9番のホワイトウィンド、先端固まります。その後ろは15番のカービングパス、間を通って12番クイーンズターフ、外にはカービング16番のラクアミが行きました。それからうちに5番の名勝名月です。その後ろ6番キャットコイン、今日は中段から、あるいは外を通ってオレンジの帽子アンドリエッテ、間を通っては10番のジュエルクイーン、内から4番のロッカフラベイビー、その間7番のディーズアライズ、そして内に入れた11番のロカ後方から、さらに8番のブラックデイルが続いて14番のミッキークイーン最後方という展開です。よどみなく3、4コーナーの中間点を各馬が通過していきます。今日花を奪ったのは2番のダノングラシアス、好調の岩田康成騎手、そして2番手3番のスマートプラネット、その早くも3番手に外からホワイトウィンドが取り付いていきました。さらには15番のカービングパスも手応え十分で、4コーナーのカーブで前に取り付いて4番手、あとは内をついてシングウィズジョイ、内を狙おうとしています。さあ直線コースに向きました。そしてロカはどこから上がってくるか、まだ中段、ここは手を動かしている。さあ坂を登ってきました。横一線に広がった牝馬の争い、ここで先頭にはホワイトウィンドが立とうとしている。ホワイトウィンド、そしてその外からは6番のキャットコイン、ステイボールの参加上がってきた。さらにはこれにロカが襲いかかってくる。ロカが外から襲いかかってきた。先頭は6番のキャットコイン、それにロカ、あるいは外からミッキークイーンも突っ込んできている。先頭はわずかに6番のキャットコインがゴール。キャットコインがどうやら押し切ったようです。1分34秒0、これで3連勝。47秒1、35秒1という上げ方。